みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしおです。はい、ということで今回はですね、今回は、私の部屋にある本棚紹介をしたいと思います。本棚紹介なの？え、お片付け企画第4弾だね。で、本棚を紹介します。本棚もね、まだ汚かったんですけど、今もね、まだところどころ汚いところがあると思うんですけど、片付けたのでちょっとね、紹介していけたらなと思います。はい、ね、全体はね、こんな感じになっております。そう、だいぶ増えたんじゃないでしょうか、初期の頃に比べたら。で、初期は IKEA のワゴン、 IKEA じゃない、ニトリのワゴンにこう20冊ぐらい入ってただけだった。それすごい初期じゃない？そう比べるとやっぱ増えたんじゃないかなと思います。紹介、1から紹介していきますね。はい、ということで、まずはね、こっちの本棚から紹介します。上からね、紹介しますね、うん、まず2段余ってるんですけど、そこはね、また本が素晴らしく入れられるように開けときます。で、一番上の段はまずソードアートのグッズが置いてあって、私漫画持ってないんです、ソードアートの。だから漫画と一緒に置けなくて、スペースだけ作ったよみたいな。ここの感じですね。これここだけだよね。ここだけです。ここの4つがソードアートグッズ、はい、他にも缶バッジとかあるんだけど、うん、ちょっとまだ飾れてないなみたいな。隣がゆるキャンで、はい、ゆるキャンね、10、11、12、3巻だけ持ってるので。あ、ここだけですね。そう、うん、それと一緒に飾ってます。なるほど。あとはこんな感じ、ね、こんな感じですね。はい、はい、じゃあ次、下はのマーガレットコーナーになっております。で、もうこの辺もね、7巻も抜けてるし、うん、7巻ここもまだ7巻しかないし、5巻まであるんだけど、3から5抜けてるし、ここもまあ3から6抜けてるし、もう結構抜けてるんですけど、でもなぜか6巻2巻あるしね。まあ、私、はい、マーガレット好きなんだよね。で、よく読んでます。はい、次にね、私がもう激愛している荒髪の地霊姫のコーナーでございます。あれ、これ22巻は2個ある、ね、2個あるんです。そうですね、クリスマスにもらいまして、はい、もうカバーしました。うん。あ、そう、100均でカバー買って、はい、こっちも22巻もカバーしたんだよね。カバーしてあります。1個だけね。ちょっと違いわかるけど、ほら、22巻だけカバーがついて、そう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 、あとこれもちょっと、あ、これもついてるんだけど、なるほど。赤が見りかけてね、はい、花が赤なの。これね、そう、それにかけて花なのね。花が赤なの。なるほど。ちょっとこだわり。はい。で、下、はい、下は水野みなみさんの作品2作ですね。なるほど、はい、なるほどね。まあ2作、まあ、うん、3作か、うん、ですね、うん、めっちゃ好きだった。これもちょっとなんかくっつけた方が可愛い。なぜかなんか、うん、電池が入ってない、止まってるだけ、飾りだけになってる、ね、飾りですね。で、次は、さきさかいおさんっていうね、作者さんなんですけど、うん、その人の4作品入ってますね、はい、で、これはそれはフリフラだったっけな。そうだよね、映画か。あれ違うな、なんかね、あ、違う、この桜作の一巻に入ってた気がする。あ、そうなんだ。あれ終わりか。じゃあここだ、多分一巻に入ってました。かわいい。かわいいでしょ。裏にはね、桜作のね、うん、お二人方が写ってるんですけど。あ、この裏ね。裏、なるほど。私はこっちが好きなので、こっちを使います。はい。次。次はね、次の段はこんな感じになっております。はい。まず林美香瀬さんの2作品と。新連載出ましたね。で、あと、うん、あ、そうで、あと、ハニーレモンソーダ、ウィコン、五等分の花嫁、胸が鳴るのは君のせい、ゲジハーレア、グロムシンデレラ。なぜかね、ここにね、ダンジョンものの漫画が1巻あるんだけど、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますっていう、ちょっとダンジョンものの、全然恋愛とはかけ離れてる漫画が一巻あるんですけども、あと、ハミフラですね。ハミフラもちょっと揃えたいなと思ってます。これね、これですね、はい、下、次、はい、ここは出版社で揃えてて、多分デザートだったと思います。
はい、はい、本当に会心の一撃とか好きすぎて皆さんぜひ読んでください。これね、めっちゃ好きです。歌も好きです。でここすごい迷ってて、うんうん、すごいスペースがあるから、うん、なんか置きたいなとは思ってたんだけど、まあまた増えたらねここに置けるしね、うん、そうですね。これなんだっけ、なんか開けたよね。これはあの会心の一撃の、あーそうだ、これ特等版なんで ついてたやつ。これショート動画で出してるね、そういえば。多分だ出てます。これはもうダイソーに売ってるやつです。そうですね、はい、はい、こんな感じです、はい。まあ、一番下ちょっとこれもう物置になっちゃってるね、このなんか使ってないケースをちょっと置いてる。これもさ、残しといたら絶対使えると思うと捨てられなくて、うん、そうだね。でも置く場所がないっていうか、なんか物置となっちゃってて、はい、ここもね今後、うん、そうだね、まあ漫画が増えたらねどかさなきゃいけないしね。そうなの、本当にね、はい、やっていけたらなと思います、はい。ということでね、一段、うん、1個目の本棚は以上となります。2個目の、次はね、2個目の本棚こちらでございます。こんな感じでね、もう全体見るとこんな感じですね、はい、上から今回も行きたいと思います、はい。ここは、あの、ヒロアカスペースとなっております。はい、まあ見ればわかるよね、見ればわかるよね。上からじゃあ、そうですね、これ多分あのお寿司屋で、くら寿司、くら寿司でもらったやつだと思う。なるほど。でこれが映画の人形シャンプーンと、でこれはなんかコーヒー買ったらついてくるやつ。あ、確かにもらったね、ドラッグストアで。もらったでしょ、懐かしい。でこれがあの30巻買った時についてくるやつ。で下がこの辺はなんかくじ、くじだよね、くじ、くじで、うん、くじ、ゲーセンかな、ね、これこの前ね、これドンキで買ったやつ、リミが神引きしてくれたやつね。そう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 、まあ、この辺は普通に、この辺は普通だね、ですね、こんな感じ でこれ超天才的だと思うんだけどさ、うん、コップに入ってるの可愛くない？怖いよちょっと。え、待って、超コップに入ってたのね、怖。コップにね、うん、このね、ピンクのコップに入るっていう、うん、めっちゃ可愛いみたいな、もうめっちゃフィットみたいな、可愛いと思っております。これですね、はい、この辺はもう本当に緑谷いづくくんコーナーです。で最後これがねじるちゃん、これはあのゲーセンで撮りました。あ、そうだよ、この前ゲーセンでね、はい、撮ったやつです。でこれ、あれで一個だけ違うのが置いてあるね。うん、で、うん、あれで漫画がないよって思うじゃないですか、うん、下にあるんです、こちら。じゃーん、こんな感じで、あ、ちょっとね、今ウェハース開けようと思って。あ、そうだね、ご了承ください。こんな感じで漫画があって、うん、隣にあの、ね、クイーン以外 あのフィギュアとかグッズが置いてあるんですけど、うん、あれちゃん、なんでねじれちゃん上にあるのって思うじゃないですか。これ高さ的にねじれちゃん、あ、これね、あ、そうかそうか、ちょっと見てください、うん、あのこうなるんです。なるほど。あみたいな、本当はここに置くつもりだったんですけど、うん、入らなかったので、はい、ここに付いて置いてます。はい、で、はい、さっき言った通り、ここはこんな感じになっております。次、はい、次は、2段目、あ、奥にもあるんですけど。ああ、そういうことか。どう説明しよう、手前だけで。まあ手前だけで、まあ奥はちょっとこんな感じで、奥にもあるよっていう。村上と終わりのセラフ、うん、入ってます。まあ、またね、漫画のなんか内容とかはまた別の動画だね。そうそう、でイルマくんとドクターストーン、うん、でドクターストーン の漫画買った時についてきたコースターを飾ってます。これ100均で買った、あ、そう、額縁は100均で買いました。白が好きで、確かに本棚も白で、部屋も白なんです、うん、白ピンク、ちょっと白で揃えました。はい、はい、次、ここはもう本当に漫画が入ってるだけ、いいですね、こんな感じで。奥にも入ってますね。はい、あ、なんか、あ、そう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 、で、こんにちは、あの、文豪あ、これか、この漫画の文豪トレイドックスっていう漫画があるんですけど、その、アザエさんと京花ちゃんですね。なるほど、はい、はい、買いました、はい、アニメイトでそうだね、懐かしいアニメイトでね、はい、映画見る前に、そう、バイオレットの、あの、映画見る前に買ったね、アニメイトで買って、ブストを飾ってますね。はい、次、ここには、まあ、またね、漫画だけなんですけども。そうだね、この辺はもう。で、なんか、お、チポー。
ここにね、私が赤ちゃんの時にね、パパがね、パパがしーちゃんに似てるみたいな感じで。そうそうそう、懐かしい。ずっと持ってんの、ずっと持ってんの。私捨てられなくないだって、ね、自分なのにね、自分の分身。そう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 、ちっちゃい頃の私に似てるということで。そう、似てるんですよ。ちょっと飾ってます。はい、でこの奥にもあります。はい、次、はい、次はラスト、一番下。はい、じゃあ一番下もちょっと漫画しか置いてないんですけど、奥にもあります。はい、こんな感じですね。はい、お、なんか一冊でかい。あ、そうそうそう、これは、あ、これ最近買った、最近買ったやつ、はい、赤髪の白雪姫の付録がもらえるって言って、うん、全プレですね。そう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 、応募者全員プレゼント。そうだね、ハガキ買って出さなきゃ、ね、あと新連載っていうのでちょっと聞かれて買っちゃいました。普段あの買わないんですけど、うん、買いましたね。はい、私単行本派なんで。はい、以上でございます。はい、撮りますね。もう撮ってた。マジかよ。はい、じゃあカットしてもらって、はい、ということで今回は私がね片付けたので、ちょっと片付けたよっていう本を紹介しました。あのざっくり紹介しましたよね。全然漫画の内容とかにも触れてなかったし、本当にここに造花置いたよぐらいの紹介だったので、またね、語りたいなと思います。なんか漫画好きじゃない人じゃないと、漫画が好きな人じゃないとちょっと苦痛な動画かもしんないよね。だってもうずっと語ってるじゃん、漫画のことにはね。そうだね、ママその動画編集したくないからね。ノー編集で、ノー編集でいく。もうこうこうしーちゃんが編集したら、じゃあ、いやけど自分で友達とかよろしくお願いします。ということで、はい、以上本段紹介でした。はい、じゃあ次は第5弾の片付け企画ですけど、すね、次はどこですか？次は、はい、ウォークインを片付けようと思ってて、すごい汚い状態なんですね。ここは時間かかるね。本当に分散してて、この服はここに、ね、もう話長いからもう。すいません、すいません。ということで次回はまあ、気長に待っててください。ここはちょっと春休みにじっくりやらなきゃいけないと思うんで。ちょっと時間がかかるかなと思うので。はい。ということで待っててください。ということで、それでは、バイバーイ。はい、やっぱ喋り出すとさ、机。結構綺麗じゃない？棚。結構綺麗じゃない？まあ、ちょっとベッドは見えないけど、まあ、ベッドも綺麗のまま。綺麗なままなの、はい、ままなの、ほら、すごくない？で、今本棚も綺麗になったし、まあ、テレビ台もね、そこまで汚いところはないと思うので、はい、もう今はちょっと綺麗な感じじゃないですか、半分は。こっち側は、ちょっと右側は、あれ、まあちょっとワゴンも、まあ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 、まあ、ワゴン毎日使ってるし、そう、ここはしょうがないよね。まあじゃあ、今のところさ、この辺はだいぶいいんじゃない、部屋。だよね。綺麗だね、ほら。綺麗だよね。はい、よかったです。バイバーイ。